せーの、パパのビーズです。今日はですね、私が企画を持ってきました。で、何をするかというと、超シンプルな企画をやりたいと思います。私の服をジンジンが着るという企画でございます。やばい、みんなもう見てほしい、今日田中がの今日ジンジンが着る服チョイスして持ってきました。迷ってほしい、ほんまに。で、今日ジンジンが着ていく服は、まず上の服、こちら、ダダン。まあ、こういうね、私が着たらこのへそ上ぐらいの、あのちっちゃい T シャツです。こんなあるやんけ。これをまず着ていただく。そしてめちゃくちゃね、柔軟剤の匂いがすんねん、プンプン。じゃあいいよ、いい匂いよ。それはいいねんけど。いい匂い、いい匂い、ありがとうね、言わす。そして続いて下の服、これはやっぱおしゃれに決めてもらうなと思って、下の服こちらです。もうええよ、ほんま。ヒョウ柄のズボン。でもこれ、いや、お前伸びる。ゴムゴム、ここゴム、あ、ね、え、ここはあんまり伸びひん。あの足のとこ伸びひんけど、あ、ウエストは何とか、ウエストちゃんと伸びが伸びるし。うわ、怖い。だからこの緑にこれを合わせていただいて、ほら、おしゃれやろ、どう考えても色合い。これをあったり、今日はあの私の田中がの夏服をジンジンに着てもらおうと。そうやな、いやー、でもこれほんまに簡単やな、準備するものは私の服だけ。え、待って、あの毎回さ、俺この企画やった時の服どうしてるの。捨ててる、着るパンパンや、脱いで。それもうやろうかな、びっくりした。だって初めて、あー、てかさ、そんな中に着てるから暑いねんで。パーって、汗吸収シート。あ、そっか、汗吸収してもらうシート。でもね、俺なんか普通にこれ2枚着ちゃう癖をずっと部活の時からね。絶対切られへん、私絶対1枚やわ。パー、それ何パーっていうのは、新しいギャグ。あ、かが、あ、はじすごい巨大オオスズメバチいてた、今オオスズメバチがいてたが、危ない、大丈夫やった。なんかすっごい痛かった今、びっくりした。マジで痛かった。私もなんかそんな力出すつもりなかったんけど、やっぱあんたの顔が腹立つんや。ジンジンの顔見たらめっちゃ優しくなってくる。なんか、あ、カナとかやってくるから、じゃあハチおるよっていう。でもこれはありがたいと思ってほしいよ。ハチを潰してあげてるわけやから、私が。で、こんなとこに潰れても針がブスッと俺のなんか、大丈夫、オスズメバチまだいてるよ。待って、ほんまにやめて。早速ですけれども、こちらにお着替えお願いいたします。はい、行きます、スタート。よろしくお願いします。遊ばせ、公開生着替えだお。どう、需要どこにあるのだお。需要ゼロ。すごいじゃないか。すごい、谷間が、すごい、おっぱいが。待って、なんか気まずいから趣旨変わってくる、やめて。前どんなんやったっけ、私こんな気まずい気まずい。そうだよね、なんか気まずくない。なんで目の前であんたに着替えられなあかんの。でも可愛い、でもリアルに可愛い。可愛くはない。じゃあリアルリアル、そのバカにするグラビアアイドルかと思っちゃった、おっぱいの大きさが、うん、ちっちゃいの見て。やばいって。すごい、頭入る、入った、入った、よかった。ま、そのままで前向いて、ちょっとおっぱい隠して。すごい、あのネックウォーマーみたい。ネックウォーマー、うん、首の巻くやつ。ネックウォーマーやな、うん、すごいね。すいません、失礼します。じゃあ、おっぱいすごい、おっぱいだけで入りそう、それ。まず腕通る。あ、よかった、これ戻した。あ、よかった、ブチですけども、じゃあ、動かった方、よかった、あ、腕通った、いいや、いいや。え、今ブチって言いましたよ。腕通ったよ、いいや、腕通った、うん。腕通った、いいよ、いいよ、いいよ。待って、効かない、効かない。あ、ちょっと背中に背中やって。はい、これで背中すごい。でもこれ、そのへそ出しってことやな。まだへそ出しやから、これファッション的には。そうそう、だからファッション的にパー当てるってことやな。うん、それ別にあの決してあんたのあれやな、ジンジンサイズのブラジャーとかではないやんな、それって。そうですね、これ一応あの私の田中側のその着方と一緒で、これぐらいの。あ、やんな、そうやな、竹やな、そうやな。じゃ続いて、え、ズボン待って、気まずい、待ってな。確かに、ちょっとパンツ映すのしんどいから、ちょっとあっち向いてるから。 上にある、あんたの上しか映さんとこは、さすがに気まずいから、私も見たくないし、別に。あ、やばい、ズボンはどうなるのか。あ、待って、なんかちょっと待って、これやばい、今日の企画やばい、これ。なんで、またほんまにやばい。入らへん、だって入らないし。待って、これすごい、どういう状況だって。ほんまにおもろい、ほんまにおもろい。ちょっとネックホーマーみたいな。じゃあ、ガガガガガ、何がガ、なんかもう、あ、これ以上上がらんから、コンプライアンス。どういうこと。ちょっと、ちょっとおもろい。これ以上上がらへん。なんでそれ以上上がらへんの。なんでこれですもん。破ってもいいよ、別に破れてもいいから、ちゃんと頑張って履いて。せーの、頑張って、頑張って、ズボン履いて。こ
校入れ中になんかドアを強制的に開けられて確かに石に隠してる女の子みたいじゃない？確かに開けといてください、入ってますからぽいっていうそれのモノマネしに来たんやなんかどんなピンポイントのモノマネやねん、やりづらいわ、ほんまなるそれ開けといてください、ノックしてください、今日それ、今日それで、なんでこんなデブになったん？はけた？はけた、あ、すごいいいじゃん、うん、ちょっと待って、すごい、ちょっと待って、タタラタタ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